松浦バスセンター松浦バスセンターは長崎県松浦市下町裏面にかつてあった西小井自動車のバスターミナル2012年9月30日限りで路線バスの発着地が松浦交通センターに統合されたことにより閉鎖されたバスセンター建物は鉄筋コンクリート2階建てで1階部分がバスセンターとして使用されていた国道204号に面していて 松浦駅とは約100メートルほど離れている。定期券、乗車券の発売窓口があり、平日9時から13時、14時から17時の間、長崎スマートカードや定期券を販売していた。売店はバスセンター閉鎖よりも以前に閉鎖されている。佐世保、設置丸方面、平戸方面、伊万里方面すべて、西小江自動車により運行されていた。かつては、 博多から津平戸口山橋間の特急バスも停車していた。なお、西越バス廃止区間の代替バスとして運行されている松浦観光バスは、松浦駅併設の松浦交通センター発着で、松浦バスセンターには停車しなかった。松浦バスセンターが移転します。2012年10月22日閲覧。ありがとうございます。